勉強をめちゃめちゃしてるって聞いたんですけど、もしや第2回のやつ見ますか。じゃあ1日どれぐらいやってるんですか。平日は10時間以上。はい、始めました。むちチャンネル。さあ、今回はですね、あら、新しい人をやってきたんですけど、新たな受験メンバーですけど、よろしくお願いします。はい、で、偽名使いたいってことなんで、でも浮かばないって言ってたこのコメント欄で書いて、その中で自分がお気に入りのやつを次回までに、それをすごいね、YouTuber みたいなことすんね僕が言った企画じゃないですかね、彼が考えたんですよ。苦手なんで、自分の名前決めるのちょっと違和感。自分の名前決めると苦手なんで、あんまいないよ自分の名前を決める人って、はい、じゃあコメント欄で名前を募集するということで。え、制服着てるってことは高校生ってことですか。そうですね、現役学生ですね。高3で今でもなんかすげえ勉強をめちゃめちゃしてるって聞いたんですけど。そうですね、まあ、始めたのが8月からで、うん、本格的に始めたのが8月からで、うん、目指すとこも高いので。おお、そうなんだね。そうです、なんでもう死ぬ気でやんないとダメかなっていうので。8月からか、なるほど。で、じゃあ目指してるところは早稲田大学と慶応大学、うん、あ、早慶、はい、みんな早稲田好きだね。え、学部とかは、まあ、理想を言えば、まあ、自分大学で経営か英語を学びたいんで。お、そうなんだ。慶応の、うん、まあ、文学部の英語、うん、川瀬田の、すいません、文学部の英語2つにしないで文学部、英米文学専攻ね。あ、そうそうそう。で3つになっちゃったよもうちょっともう3つ折ってる、はい、あと早稲田の、うん、早稲田文学部って英米専攻にあるんですか。英文学ね、はい、英文学か、まあ、教育の英語かみたいなとこ、うん、あ、はい、ありますね、教育の英語で。あと、まあ、経済とかもちょっと普通に、うん、慶応経済とかも行きたいな。おお、慶応経済、うん、行ければ、うん、まあ、でも正直実力届かなかったら、うん、まあ、どこでもいいか、入れれば。なるほどね。早稲田はその賞とかは考えてないの。まず慶応か早稲田、多分どっちかに絞らないといけないかもしれないんですけど。まあ、そうやる人は多いけどね。俺は別に両方受ければいいっていつも言ってますけど。なんか対策が、うん、慶応の経済分で早稲田の、まあ、教育で分分子は似てるって言われてるってか、まあ、問題形式は同じですからね、はい、なんで、まあ、そこは受けようと思ってて、うん、で賞とかはまあ対策の時間があれば受けたいけど、うん、時間なかったらまあそんな増やせないかな、うん、慶応賞、早稲田賞とかは別に考えてない。対策の時間があれば受けたい。うん、なるほどね、難しいな。じゃあ、まあそれぞれの多分出題形式はまだ知らないってことだもんね。そうですね。いや、形式は知っとかないと。そもそも今言ったやつらもだいぶ違うからね、はい、まあ、この中から、うん、まあ、ちょっと相談しながら絞っていってもいいし。なるほどね。だから英語で言ったら慶応の文学部は記述だし、はい、国立みたいな問題だよ。そういう形式だし、慶応の経済だけその中だったら自由英作文があるよちょっと、はい、だからね、だいぶ違うんだけど。で、まあ、もちろん小論文ありますしね、はい、塾だったら小論とかもやってんの。いや、小論やってなくて。小論やってないんだ、うん、で多分直前で小論対策しようみたいな、うん、あ、そうなんだね。なるほどね。現代文、うん、結構得意な方ではあるんですけど、うん、まあ、得意な人はまあ意外と短期間でいけるみたいな、うん、ああそれはあるはある聞いたんで、うん、まあ、まだ他のに時間使わないと、うん、ただもう記述できないといけないですからね。そうですね、こう受けるところを考えたらできるようにならないといけませんが、社学とか考えてない。社学はなんかちょっと森田先生が、うん、めっちゃむずいみたいな。まあまあ、っていうか今言ったやつらもう普通からすればとんでもなく難しいんですけどね、はい、もし第2回のやつ見ますか。じゃあここにあります。まあまだだってね、始めたばっかりだから受験は、はい、8月から始めて受けたのが8月5日です、うんうんえってことはもう勉強、まあ、ほぼ始めっていうのと同時に受けてるようなもん。じゃあもし結果いきます。だからこの時はまだ早慶とか目指す前ですね、うん、そうですね。英語リーディングからですね、はい、リーディング100点満点中40点、はい、学力レベルいいですね。当然偏差値 43.5、リスニングが60点で偏差値 51.5、 学力レベル C。 リスニングの方が得意なの。リスニングは順一向けで順一やってたからか。そう、ちょっと対策をしてたんで、うん、まあ、それでなんちょっとだけ取れたかな。なるほどね。で両方合わせればまあちょうど100半分はい、偏差値46.9。そうですね、リーディングをなんとかしないといけないね。そして、はい、次がここは200点中52点、偏差値36.5、学力レベル F、 いや、ちょっとやば、言い訳になっちゃうんですけど、うん、この時
国語毎回得意だったんですけど、うん、いやちょっと毎回得意だったって言ったら受験始めようと思ったばっかなんじゃないの今まで模試では、うん、勉強しなくても結構取れてたんですけど、あそういうこと、うん、でこの回も結構自信あったんですけど、うんうん、よっしゃ8割来たみたいな、うん、現代も8割来たみたいなって自己採取からめっちゃ低かった、うん、66点で書いてる現代文だって古文9点漢文0点解いてないの漢文はじゃ漢文はその時まずは使わないと思ってたんで、うん、ああ。で現代文3個っすねえよ3つも2つだよいやそんなわけないよ模試3つなかったないです現代文は2つですあじゃあ2つ、はい、評論と小説と で3つ目は古文です古文が現代文に見えてたってこといやそういうことなんですなのに9点しか取れてないけどいや古文も古文9月からなんですよ勉強始めたの、うん、なんでその時はまあ単語も文法も何も分かんない状況で、まあ、勘でやって9点みたいななるほどねあこれ共通テスト換算なのか評論が12点50点中ですね、はい、で文学物語の方が33点あここの方が高く出てますね、はい、で古文が50点中7点、はい、で漢文が0点と現代文2つですそうですよ知ってますそんな昔から2つだ変わってないよずっとなるほどね、はい、で世界史あ世界史なんだね、はいはい、100点中51点偏差値49で D と、はい、世界史はどうなの世界史もあの一応学校の定期テストみたいなのあるじゃないですか、うん、で使う科目だけは一応やっとこうと思って世界史だけは、うん、毎回定期テストそれなりに頑張ってたんですけど、うんうんまあ塾とか行ってなかったんで、うん、復習しないと抜けちゃうじゃないですか、はいはいはい、その抜けてるのを頑張って持ってきて50なるほどねまあでも始まったばっかりだからね受験勉強が、はい、そうですか、うん、で目指していたのが明治の経営あこの時目指してたのいやこれはなんかどの位置にいるかなみたいなでマーチの中の一番上と、うんうん、マーチの下の方とあと一応学習院もマーチに入ってないけどね G マーチだけどね、はい、そうですであとちょっともうちょい下を、なるほどね、1個ずつ出したのは経営を目指してたんだね、はい、明治経営がいい判定学習院経済経営校はいい判定駒沢経営学部いい判定全部いいです全部いいです、はい、でも実は勉強してる時間はだってすごいあるそうですでも8月はちょっと家でやってて、うん、ちょっとやり方とかも、まあ、見よう見まね、うんうん、でその YouTube とかでやってたんで、うんうん、多分6、7時間あとかしか、うん、全然少ないねできてない、うん、でほぼ世界史3割、うん、英語7割ですねああ世界史3割英語7割あ古文現代文は何もやってない、はい、で今いよいよ塾通い始めたということで、はい、1日どれぐらいやってるんですか、まあ、平日は、まあ、10時間以上おお10時間以上まあそうですね頑張ってお平日でですよ学校2時間ぐらいしか授業いつもないんで、うん、あそうなんだそうですね、で、まあ、あと残りの、うん、でもなんか1、4で入ってたりするんで下学校戻って、ね、勉強したりしてで終わって、うんうん、塾行ってなるほどなるほどおじゃ10時間取れればすごいじゃあ休日は休日はまあ12時間ぐらいおおよかったじゃあ学力こう来てますかそうです結構伸びてる感じはします、うん、なんか古文も9月から始めたんですけど、うんうんうん、そうです9月1週目、うん、今9月の終わりです撮影してるのは、はい、9月1週目ぐらいから始めて、うん、古文ポラリスあるじゃないですか、はい、7割8割ぐらいは、うんうん、最近やって、うんうんまあ、取れたんで、まあ、古文は伸びてきてる英語は英語もでもなんか読んでる時に分かってきてる、うんうん、構造をつかめてみてみたいな実感があります、うんじゃあ文法と解釈も終わったってこと夏休みにやった勉強が解釈と長文で、うん、文法を何もやってなかった、うん、ああなるほどねで9月から文法始めてあ、何やってんの今ポラリス1ですああ1なんだまだなるほど、はい、1、うん、もうちょっとで完璧になる、うん、解釈は解釈は基礎100英文解釈ああ基礎100ね、うんうんうん長文は何やったのポラリス1とソリューション1ああはい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 なるほどね、まあ、まあまだ基礎レベルですねはいだからその、まあ、共通テストは癖があるからねただ読めりゃいいじゃないんで、はい、厄介ですけど、まあ、それで第3回やるってことですねそうですねもうすぐじゃない、はい、でも、まあ、2週間ちょいああじゃあそこでちゃんと取れるようにそうですね、まあ、他教科も結構気になるけどね世界史もやってんでしょって世界史もそうです毎日まで2時間ぐらいああなるほどね世界史に使ってます今でもまあ10時間できてるんだったらね坂上状況ですから本当に結構10時間ちゃんとぼーっとしないでやってるんで、うん、集中した10時間できてると自分的に思ってますなるほどね単語帳は何単語帳はパスタン2級と準1級を夏休み前にやってたんで、うんまあ、多分2級は
9割え、受験用のやってないのに、うん、ターゲットああ、ターゲット1900ね、そうそう、3冊でターゲットが今1500まで終わって、はい、まあ、今週で1900までやろう。なるほど、ね、2級はもう別にやってないでしょ、今いらないでしょ、いらない、11やんなきゃいけないから。最初に11は単語だけでいけると思ったんですよ、うん、そしたらいけるわけないけどね全然わかんない単語出てきたんで2級も足そうみたいなって。ああそういうこと、2級も足そうって言って下を足したのね、はい、なるほど。でも2級自体は受けたことないってこと？いや受けました。落ちたの？落ちましたなんで11 2級まず合格しなきゃダメじゃない本当にゼロ状態からスタートっていうのがこれですから、そこから英検の勉強だけしてた人のがどうなったのか、はい、まあ、次回ね。世界史とか好きだったらゴーンって上がったりするしね、はい、頑張ってやってもらえればいいと思います。はい、じゃあ名前募集しておりますので、はい、コメント欄にお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。